愛媛の松山でロケした時あったじゃないですか、うんうん、あのツイッターで告知したんですけど、はい、中国地方と四国地方で今度あの私たちが愛媛でロケしたやつが流れるんで、はいはい、すごい楽しかったん で、はい、でいろんなことさせてもらって、そうですね、ぜひ見てほしいんだけど、まあ2日間にわたっていろんなとこ、ね、超いろんなことをしたじゃないですか、うんうん、でそれの時にね、うん、いろんなイケメンを探すっていう一応趣旨があって、あのあるおしゃれなカフェに、うん、行ったんですよ。すっごいおしゃれで、すごい居心地が良くてね。そう、なんかこう、なんかいろんなおしゃれな、なんかこう、なんていうか、観葉植物とかもあったりして、ね、あとドライフルーツとかがこういう瓶に入って置いてあったりとかして、そうそう、すごいおしゃれなお店だったんですよ。で、そんで、そのなんかあのスタッフさんがインサート撮りって言って、こういう飲み物だけ撮ったりとか、うん、店の中だけ撮ったりする時間で、ちょっと私たちこう休憩してる時間があったんですよ。うん、で、あの山添とこう座って喋ってて、うん、なんかすごいいい匂いがで、すごいおしゃれだねっていう話を山添としてて、確かになんかちょうどいいおしゃれさですよね、うん、みたいな、その気取らずに、うん、なんか誰とでも来れる、そうそう、敷居も高い感じじゃなくて、なんか彼女と来てもいいし、友達と来てもいいし、ちょうどいいおしゃれさだよねって、しかもなんか匂いもすごい良くないって、そうそうそう、なんかお香かな、なんかすごいいい匂いするんだけど、何の匂いだろう、なんか何の匂いだろう、すごいいい匂いだな、なんか店入った時からさ、すごいいい匂いしてるんだよねって言ったら、山添がさパッと見てさ、なんか上にドライフラワーがなんか吊るされてたの、天井から。結構。そう。で、うん、私がすごい、え、何の匂いかな、何だろうとか言って、山添が、あれっしょみたいな、そのドライフラワーを刺して、あ、あれの匂いか、でも鼻の匂いってもなんかちょっと違う。見てはしっかりしたりするし。うん、でもあれ、そういうなんかおしゃれなあれなんかね、みたいな、多分あれっすよ、みたいなこと言ってて、で、オーナーさんがやってきて、うん、なんか、すごいこれいい匂いですよね、って、これ何の匂いですかって言って、え、なんかいい匂いしますって言って。ずっとこう入ったところからするじゃないですか、え、なんだろう、なんだろう、何もしてないけど、あー、蚊取り線香だって言ったんですよ。え、え、蚊取り線香ってなって、店の入り口見たら入り口に蚊取り線香置いてあって、あ、だから店入った時からいい匂いっていうか、まあ、蚊取り線香の匂いだったんですね。山添君、飲まれてた、おしゃれな雰囲気に飲まれて、あれっすよ、あのドライフラワーじゃないですか、はい、カトリ線香やっちゃいますねみたいな、ただのカトリ線香だったって 聞いてすぐ、まあ、あ、道理で懐かしい匂いしましたみたいな、急ハンドル切ったけど、おそらく